Thank you. 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 Thank you.ニューシングル「見えない翼」のジャケットとプロモーションビデオの撮影のためやってきたハワイ。そのホノルル空港でいきなりロコボーイが出迎えてくれたんです。ショー Do you like Hawaiian music? Yes! Yes! Yes? Oh! My brother plays Hawaiian music in Waikiki. Waikiki? Yeah! You should go to see him. Yes! Yes! Yes. He plays in Waikiki, and he looks like me. If you take a picture of me, then when you go down there, you can see him. You can find him. ビーチに行ってミュージシャンである彼の兄を探す。そこで私たちは彼の写真を手がかりに似ている人を探すことになったんです。本当に見つかるのかな。そしてそこにはどんな出会いが待っているんだろう。あやです。はるなです。みおりです。まいです。しーです。二人の夢乗せて舞い上がる。今回私たちはニューシングル見えない翼のジャケットとプロモーションビデオの撮影のためハワイに来たんだけど、本当にいろんな体験をしたよね。ハワイの青い海と空に大感動。偶然出会ったハワイのダンサーたちとストリートダンスも体験。舞も踊ったんだよね。ダンスバトルって感じでね。いろんな素晴らしい出会いがあって、ハワイでの思い出がたくさんできたよね。私はずっと夢だった空を飛ぶことが実現。セスナから見た虹は本当に綺麗だった。それから地元のラジオ局や学校にも招かれたりしたよね。スイーツの忘れられない体験がたくさん詰まったハワイの旅、5人にとってきっと一生心に残る旅になるよね。私たちを出迎えてくれたロコボーイ。ワイキキビーチに行って自分によく似ている兄のルーベンを探せって言ったんだけど、一体どこにいるのかな。写真を撮って似ている人を探し回ったんだけど、それがなかなか見つからない。あ、言っとった。そういう人さ、どこやろ。おう、My brother plays Hawaiian music. Oh! Waikiki. Waikiki? Yeah. Oh. You should go to see him. Yes. He plays in Waikiki, and he looks like me. If you take a picture of me, then when you go down there, you can see him. Ruben. すると似ている人を発見。声をかけてみることに。ルーベン、ルーベン、What's your name? Hi, my name is Ruben. Oh, Ruben! Hello. Hey, Ruben. Nice to meet you. Hi. You called me earlier. ワイキキビーチでよくウクレレを弾くというルーベン。早速彼は私たちに曲を聴かせてくれたんです。
めて生で聴くウクレレの綺麗な音色に吸い込まれるように、ただただ無言で聴き入ってしまいました。すごいすごいすごい、すごい、かっこいい、かっこいい。そして私たちもウクレレを教えてもらうことに。もういい感じやん。While you guys are in Hawaii, you guys should make a song about all your experiences over here. What is this? Hawaii. Hawaii no more. Nanka hite de daku. Okay, well, it's nice meeting you guys. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. この旅の思い出を曲にする。突然の提案でびっくりしたけど、私たち5人はこれからの数日間ハワイで体験したことを書き留めて作詞にチャレンジすることにしたんです。すごいみんな優しい、なんかね、高い人がハローとか言ったら返してくれるし、そうそうそう、笑ってくれるよな。すごいみんな笑顔で、全然友達でもなんでもないのに優しくしてくれるから、親しみやすい。うん。行こう、早く。すごい。すごい。すごい。撮影のためヨットに乗ってセーリングに出発。実は私、ハワイの海をこうやってセーリングするのが夢だったんです。お風呂にバシャーって入れたやつ。あまりに綺麗な景色に私たちのテンションは上がりまくり。そしていよいよプロモーションビデオの撮影開始、はい、海風も気持ちよくて撮影も順調。もうこれだけ頑張りましょう。はい、それに海から見たハワイの眺めも本当に綺麗で感激でした。ハワイのこうビルとか山とか自然とか見るのずっと夢だったから、うん、実際乗れてすごく嬉しい。そうやな、夢かなってよかったな、めっちゃ嬉しい。見て見て人楽しくない？楽しい、楽しい。なんか景色がいいっていうか、うん、いい詩が書けそうっていうか、うんうん、この辺できそうやな。詩とか書けそうじゃない？書けるよ、ね、書ける書ける、絶対だけるよね。いろんなこと浮かぶやん。うん、波の音とかもいいし。信じればきっと We can do, can do. Going to shine star. 鐘を鳴らしてどんどん心を集めて Ring ring 響き合えたら Yes, we can go into shine star.の太陽が水平線に沈む頃、サンセットビーチでもプロモーションビデオを撮影。昼間の海とはまた違う表情で胸がジーンときてしまいました。夕日が波に輝いているのが素敵で、いつまでも太陽が沈まない気がした。誰もがそんな風に立ち止まり
砂浜、そして波の音が今も心に残っています。みんなで見たサンセットビーチの夕焼け、私たちがここにいた証を歌詞にしようと心に決めました。スイーツのハワイの旅、明日はどんなことが待っているんだろう。イエーイ、リンナです。アルです。今回のスイーツがオフで見つけたお気に入りの店は、じゃーん、ワイキキにあるゴールドサンクリームニーです。私たちが紹介するお店は、今ロコガールたちに人気ナンバーワンのアイスクリームショップ、コールドストーンクリームニー。まずはたくさんアイスが並べられたケースからお気に入りのアイスを選ぶんだよね。何しますか？ストロベリーとかチョコレート。アイスクリームの種類がたくさんあって注文するのに迷ったよね。30分くらい迷った。それはオーバーやろ。じゃあ秋はチョコレートとマンゴーをミックスしたいです。ストロベリー&バナナ。あ、すごい。まずはお気に入りのアイスを2種類選んだら、冷たい石の上でミックス。日本にはないよね。いっぱいもう選ぶ気がする。トッピングも種類がいっぱい。そしてアイスとトッピングを豪快にミックス。美味しそう。うわ、なんか他にもいろいろあるんですけど、まあ、全部食べたいですよね。すごい種類。石の上で混ぜてます。すごい楽しい。わー、すごい、見てください、すごいボリューム満点、すごいカラフルです。わー、美味しそう、やばい。そしてチップを渡すとこんなサービスも。皆さんもオーフに行ったら、はい、絶対ここのコールドストーンクリームリーに来てください。はい、それではスイーツの秋と春菜でした。バイバイ。 バイバイ。ねえ、見て見て、ダンスやってる。本当やん。本当だ、すごい。ほんまや。すごい、すごい。行ってみない？うん、行ってみるよ。撮影の合間、5人で街を歩いていたら、地元のストリートダンサーを発見。ここは一つ勇気を出して声をかけることにしました。こんにちは。We're a dance group. We're a dance group. Japanese dance group. Oh, hi. Hi. Can you show us your dance? Yes. Yes. Come dance with us. Come dance with us. Come on. なんと、私たちが日本でダンスをやってるって話したら、ダンスを見せてって。もうびっくり。一緒に踊ることになったんです。ここはスイーツ代表で、もうやるっきゃないでしょ。もうドキドキ。前も前も。私もいきなり呼ばれてびっくりで、ここは思い切って一言言っちゃいました。
job! Awesome! Great! Great! Great job! Thank you! Thank you. 最初はもうドキドキで心臓が爆発しそうだったけど、踊っているうちにテンションが上がってきた私たち。青空の下のダンスバトルは開放感があってとっても気持ちよかった。そしてこの経験を何か歌に表そうと心に誓ったんです。スイーツマヨです。みおりです。はい、今回のスイーツのオアフで見つけたお気に入りな店は、じゃあみおりちゃん言ってください。はい、カハラモールにあるこちら、はい、シャサエンポリウムです。はい、はい、かわいい服いっぱいありますね。いっぱいあります。始めましょう。始めよう。はい、ここはアメリカ本土の人気ブランドを一堂に集めたセレクトショップ。なんとハリウッドのセレブも訪れるという超おしゃれなお店なんです。財布かわいいです。猿ですどうですかこれ。どうですかこれ、すごいかわいい。結構ニューリコ、えハートビキニ無理すげー。あや、お寿司好きじゃん。何ですかこれ。え、すいません、どうしよう。え、何これ。スイーツのロゴファッションってどうやろう。あー、ここ服屋さんだし、うん、じゃあやってみよう。じゃーん、はい、着替えてきました。はいはい、じゃあみおりチャームポイント。チャームポイントじゃないけど、あのお気に入りのポイントを、はいはい、私はこのカラフルなセットが気に入ってます。そうな、カバーもほら、そうカラフルやもんな。いい、そう、合ってる、うん、おへそも見えちゃってかわいいですね。すごい、ありがとうございます。あやは、あやは、このスカートなんですけど、前は短いんですけど後ろが長いんですよ。これそこがポイントですね。はい、すごいかわいいです。でもなんかスカートの色と、うん、カバンの色が合ってる。合ってます。ほんまに、うん、どうでしたか私たちのロコファッション、決まってたでしょう。みんなもオフに来たら、はい、ぜひここシャサエンプリウムに来てみてください。はい、ではスイーツのあやとみおりでした。バイバイ。バイバイ。クモ触りたい。触りたい。私がハワイに来て一番体験したかったことは大空を飛ぶこと。そんな私の願いを叶えるためセスナに乗ることにしたんです。早く乗りたいねえ、どんなんやろ。楽しみ。ホノルル空港近くにあるワシンエアーさんにやってきました。でも実はセスナにただ乗るだけじゃなかったんです。原稿欄よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はここ、自分でセスナを操縦しなくちゃいけないんです。あ、じゃあついていきたいになりますね。この操縦桿の方法なんですけど、もう4通りです。セスナの操縦って、そんなの絶対無理。講習を受けているうちにめちゃめちゃ緊張してきちゃいました。はい、そして、右左っていうのはね、飛行機の翼の部分、この末端部分のね、このエイロロンというところが動くんですけど、右に回すと機首は右に回ります、はい、そして左に回すと左に回ります。 OK ですか。これがね、スピードメーターです。スピードメーターは全部ね、ノットです。タイマーノット1ノット約、みんなの顔を見渡してみると全員緊張した顔。セスナを操縦するなんて本当にできるのか、みんな不安でいっぱいでした。次、こちら高度計。高度計ね、今ちょうど、1時、時計でいう1時になってますけど、これで1000フィートです。1000フィート、フィート、単位はフィートです。これ昇降計っていうね、計器になります。そして今日ね、触っていただくのはもう操縦桿とこのスロットル、これだけです。はい、スロットルはね、皆さん車乗りますか。乗りますでも車してますよね。はい、これアクセルありますよね。これが同じ役働きをします。あ、そうなの。はい、これもね、バーみたいになってて、手前にね、引いていただくとアイドル状態、エンジンが回転数が少ない状態ですね。そして、前に押したらもうエンジンフル回転になります。ですからもうね、操縦桿とこのスロットルだけを今日は皆さんお願いします。はいはい、あと質問とか。あの操縦しなかったら落ちるんですか。いや、そんなことはないですよ。そんなことはないですけど、できるだけね、頑張って1500フィートを保ちながら。うわー、難しい難し
かしそう。やだ、怖い。羽乗るんですか。講習が終わり、いよいよセスナに乗り込むことに。まずは私が操縦席で、舞が後ろの席に。腰抜けるかも。え、これ歌うんですか。レコーディングみたい。レコーディングだ、すごい。どうしよう。あ、どうしよう、わかんないよ。これ捕まるとこないんですか。怖いよ。捕まるとこ、捕まるとこ。生きて帰ってきてな。頑張れ。ちょっと待って。もう行きますか。もう行きますか。はい、行きましょう。ちょっと待って、もう。あ、大丈夫ですよ。ちょっと暑いからね。あ、怖い。ドア開いてます。大丈夫ですよ。あ、操縦桿をちょっとちゃんとミオリちゃん持っててね。これですか。はいはい。ドア開いてます。ドア開いてます。ドア開いてます。大丈夫ですよ。出発。Okay、じゃあこれからホノルル国際空港に入りますけどね、今このペドル踏みながら、はい、飛行機の方向をコントロールしてますね。はい、まあ、操縦桿切っても切っても飛行機って曲がらないんですね。あ、本当だ。これ飛び上がってから初めて使います。お、前のオレンジの線ありますね。はい、その線と右膝を合わせたと、そうすると飛行機がちょうど線の上に乗ってるはずです。お、 OK、 左手操縦桿、右手アクセル、右手アクセル持ってて、これ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 いいですか。一番前まで行きますよ。うわ、スピード計が80ノットになりましたらね、この操縦桿を手前の方に引きます。いいですか。はい、どうぞゆっくり引く。飛んだ飛んだ。はい、これ右旋回。うわー、早い早い。あー待って、うわー、うわー、早い早い。冗談だ。おびっくりした。危ない。落ちる。落ちる。
でもう一回引いて止めてまた引いて、はい、着陸しましたよ。はい、よくできました。OK、なこれからも掃除機は使えないから、上から見るか、最高やね。カスタム戦い、操縦の方はうまくできた。あ、手でもね。はい、そうですね。俺もびっくりしましたよ。はい、もうキャプテンやみより。そうですよ、まあ免許取れますよ。やった、免許取れた。よかったね、イエーイ。無事、成功や。あ、ね、また一致で勝てた。無事だ、無事を止めた。せいや、無事だ。早く乗ってみてって。楽しいよ。先生どうだった？こっちにね、キャプテン成功。キャプテン、なんて言えばいいかわかんない。自分の目で見ながら、ね、早く飛んでみて。早く飛んで。わかった。行こうか。キャプテン、頑張れ。それも口の方ができるからね。はい、よくできましたよ。すごい、かなり揺れます。あの、揺れないところは倒してください。ちょっと上に下げますね。はい、そうすればアラモナショッピングセンターになります。緊張したけど、ハワイの大空を飛べて本当に感激。特に二重の虹は今も目に焼き付いています。最初は嫌がっていたメンバーも大満足。この感動を歌に表せるといいな。マシンエアーの皆さん、本当にありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今回、はい、私たちがオアフで見つけたお気に入りの店は、はい、どこでしょう、まいちゃん。はい、ワイ、ワイオラ、はい、シェーバイス、はい、です、ね、です。ここはなんか、ハワイで人気ナンバーワンの店です。お店なんですけど、はい、なんか、かき氷、かき氷を食べに来ました。はい、はい、じゃ早速行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー。最高。ここはハワイで人気ナンバーワンのシェーブアイス、つまりかき氷屋さん。ハワイ一きめ細かい氷が美味しさの秘密なんです。はい、はい、ハロー、ハロー、アロハー、アロハー。頼んでいいですか。レインボー、レインボーアイスクリーム。あ、あやこいでいいやん。で、とにかくメニューがたくさん。ここは頑張って英語で注文することに。私たちの英語ちゃんと通じるかな。私こっちがいい、こっちがいい。じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、アイスクリーム、ゴール、トッピングか、トッピング。あ、トッピングできますか。トッピング続けるあ、フル、え、フルなんて言えばいい。トッピング多い。オッケー。イエーイ、通じた。アンドカスタードボール、アンドカスタードボール。聞いてない。ワン。グッモーニング。そして店内でシェイブアイスを受け取ることに。アイルハン、Thank you。 お前大体で、スイーツとか。ほんとや、宣伝してくれてる。ほんまや。違うから。すげえ、スイーツや。イエーイ、イエーイ。宣伝、宣伝。あ、ほんとや。おー、すごい。うわ、めっちゃ狭い。めっ
社オリジナルの氷らしい。なんかサラサラな氷って聞いた。なあ、ね、はいはい、見せて。じゃじゃーん、じゃーん、レインボー。あ、そして Thank you Thank you。大丈夫、マネア。すごい、美味しそう。レインボーボール、レインボーボールができました。イエイイエーイ、美味しそう。本当にどうですか。です、美味しそうでしょう。そして私のカスタードボールも完成。イエーイ、すごい美味しそう。プリンが丸ごと出ます。プルンプルンしてます。なんかすごい色になっちゃった。なんか絵の具みたいね。食べます。レンボすごい甘くて美味しいです。めっちゃ甘い。しょうがないな、やだ。あー、ちょっと、うちのレインボーレインボーバイオラセーブアイスクリーム屋さんに来たんですけど、ハワイナンバーワンというだけあって、はい、でも美味しかったですね、まいちゃん。はい、美味しかったです。はい、なんかいろんな味があって最高でしたね。最高でした。はい、なんか皆さんもなんか他なんかわかんない、他の味とかもいろいろあるので、はい、ぜひ来て食べに来てください。はい、お願いします。お願いします。なんか宣伝してる。はい、ということで、スイーツのあやとまいでした。アロハー、バイバーイ。話せるかな。緊張する。緊張する。まあでも日本の方やから大丈夫。頑張るな。続いて私たちはハワイのラジオ局にやってきました。実はここ日本語専門の放送局で、私たちがハワイに来ていることを知り、ゲストに招いてくれたんです。さらに思いがけないサプライズがここで待ち受けていたんです。スビーツの皆さん来ていただきました。こんにちは。こんにちは。はい、今おかけした曲が、ではリーダーのアシさんからご紹介していただきましょうか。はい、この曲はスイーツのスカイという曲です。スカイという曲ですか。はい、はい、こちらはハワイのキーズ放送というんですけども、はい、こんなね、あの可愛らしい方初めてかもしれない。せっかくハワイに来たので、あのもっといろんなことをさせていただいてて、それで感じ取ったことを、まあそのベースにして5人で1曲の作詞をしようっていう企画が、はいはいはい、どうでした？先ほど感動したっておっしゃってましたけど、なんか意思が浮かびましたか？はい、なんか、うん、海とかすごくなんかずっと見てたので、なんか透き通った海とかそういう感じで詩書いたりしたいです。うん、私あの小さい頃からの夢が、うん、あの空を飛ぶっていうことで、今日実はあのセスナに乗らせてもらって、うわ素敵、操縦までさせてもらって、操縦したんですか。もう最初は怖かったんですけど、乗っていくうちにどんどん慣れていって、うん、もう楽しくなってきて、うわ楽しかったです。じゃあ向いてますねきっと。あとはどんなことを やりました、春田さん。はい、ワイキキビーチに、うん、あのミュージシャン、ウクレレを弾いてるミュージシャンがいて、その人からウクレレを習ったんですよ、うん、でウクレレとかやったことなくて、でもすごく楽しくて、あのお土産にウクレレを買っていこうと思ってます。すごい思い出になりますよ、はい。どんなことが印象に残りましたか。はい、あやはもうハワイに来るのが4回目なんですよ、今回で。そうですか。はい、家族旅行とかいろいろなことで来たんですけど、はい、まだ買い物ができてないので、うん、それを5人でみんなでやりたいなと思います。はい、そうですね。こういう歌を歌っていきたいな、こういう大自然のねハワイを見て、なんか考えるところってありますか。そうですね、やっぱり本当に今回ハワイに来てすごい人の温かさというか、はい、本当に皆さん優しくしてくれて、本当に顔見があっただけで、すごいハローグッドアイさんとか声をかけてくれたのも本当に嬉しかったので、本当に今回ハワイに来て感じたこととかを、歌詞にして、歌っていきたいなって、はい、思います。
はい、はいはい、皆さんダンスも上手なんですよね。ダンスも一緒やってる、はいはいはい、頑張り屋さんですね。そしてこの頑張る5人の皆さんにこのケーズ放送からプレゼントがあるんです。でしょ、ダラーンと、明日、はい、アラマーナショッピングセンター行きましたか？行ってないですか？行ってないです。行ったらお買い物いろんなことができるところなんですが、そこのセンターステージで明日4時からライブをできるように、本当に出しました。はい、初めて今聞きました。どうですか、準備の方は大丈夫ですか？今日頑張ります。はい、はい、ということで明日、アラマナショッピングセンターのセンターステージで午後4時からライブ、はい、スイーツのライブがあります。今これ放送で皆さんにお話ししてますからね。、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしょう、どんな曲が歌いたいとか踊りたいとかっていう。そうですね、はい、まあ、やっぱりちょっとハワイっぽいというか、うん、そういう可愛らしい曲もあるので、はい、まあ、そういう曲を歌ってみたいな、はい、楽しみにしていてください。はい、はい、学年として中1と中2、はいはい、可愛いね、スイーツをお招きしてお話伺いました。明日はアラマナショッピングセンターセンターステージでライブがあります。皆さんぜひいらしてください。お待ちしてますね。はい、はい、頑張りましょう。はい、はい、アロハ。ラジオ局からのプレゼントでなんとスイーツがハワイでライブをやることに。大変なことになってきました。楽しみ、緊張する。そしてラジオに出演したことがきっかけとなり学校にも招待されました。うん、ね、あ、先生じゃない？こんにちは。ここはハワイでも由緒正しい女子のジュニアハイスクールで日本語のクラスがあるんです。そこで私たちが生徒と交流するという特別授業を行うことになりました。はじめまして、私ここでもって日本語を教えてるモンカと申します。私の学生がすごく心待ちにしてますから、これから教室の方へご案内します。はい、はい、はい、お願いします。こちらこそ行きましょうか。はい、はい、はい。そして私たちは先生に案内され日本語クラスへ。ハワイの同年代の子は何に興味があるんだろう。ちゃんとコミュニケーションが取れるかな。私たちは不安と期待を胸にしてクラスへ向かいました。そしてここがお部屋があって、どうぞお入りください。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうぞ座りください。日本語の学生の生徒とそれから中国語の学生の生徒で、日本語のご紹介します。こちらがスイーツの皆さんです。よろしくお願いします。どうぞ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 どうタイトルはロリータストロベリーインサマー。何が好きです？ここハワイの海が好きです。ワイキキビーチとか。 ABC ストア。You guys can ask us what subject they like. School subject. So, Jenny さん。日本語。日本語。体育と日本語です。Social studies. Social studies. What is 社会。社会。社会。What is it? History was? 歴史。歴史。Good. 全然分かってないよな。いや、でも日本語はやっぱり難しいですよ。
あの英語と構造が違うから、うん、あの文章の構造が英語は難しいですよね。日本のアーティストは知ってらっしゃいますか？Do you know that any Japanese artist? Ah, hi. Masaki Ayumi. Ah, Orange Rain. Yeah, Orange Rain. Daisuke. Rakuto. Rakuto. You. Wow, wow, wow. Arashi, ne. Arashi. Japanese. この人は犬屋舎が好きですからね。犬屋舎が好きやんな、ほら。好き、好き、好き。あなたも好き。はい。はい。Do you have like any crushes or boyfriends? いいね。待って。そして、私たちは招いてくれた学校に何かお礼がしたくて、みんなと外に出たんです。スイーツの皆さん、あの今日の授業はいかがでしたか？あの舞さんから、はい、あの皆さんすごく日本語が上手でびっくりしました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。もうびっくりしました。で、会話ができて嬉しかったです。英語と日本語をもっと上手に、てか2つの言葉を喋れるようになりたいなって思いました。はい、あの日本のアニメとかアーティストとかのなんか共通点っていうか、そういうのが喋れてすごく良かったです。本当に皆さんとうまく会話ができるかが不安で、すごいみんなも緊張してたんですけど、さっき言ったように共通点とかもあってすごいみんなと打ち解けれたので本当に楽しかったです。そして最後に私たちからお礼としてスイーツの曲を1曲皆さんにお見せしたいと思います。そして私たちはみんなで相談した結果、スイーツの曲の中でハワイにぴったりなピースのかけらを歌うことにしたんです。これまでハワイは遠い遠いところだと思っていたけど、意外にも同年代の女の子たちとたくさん共通点があったよね。うん、日本のアーティストのこともすごくよく知っててびっくり。それに日本語がとっても上手だったよね。私はこれからも英語を勉強して世界のことをもっと知りたくなった。これからスイーツで英語の歌も歌っていけたらいいね。 Yes, I do!そして私たちはお別れにスイーツグッズをプレゼントしました。またあの来てください。はい、はい、私たちも英語を勉強してきます。はい、invite them to come back and then maybe by that time your Japanese will be much much はい、ここマスですね。今日の4時からアラモナセンターでのライブステージで私たちスイーツのライブがあるので、よかったら来てください。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。そして私たちはこの出会いを通じて人の触れ合いや温かさを曲で伝えられたらなと思い、学校を後にしました。
よいよスイーツはハワイでの単独ライブへ。ここが有名なアラモアナショッピングセンター。ハワイの人たちは私たちのパフォーマンスを受け入れてくれるのでしょうか。どうしようどうしよう、もうなんか環境が変わったせいか全然踊れない。身寄りの緊張も当然。なんと客席はオーディエンスでいっぱい。もう大変なことになっていたんです。これで PV 作ると、新曲がダンスがファンです。やばい、もう学校の人来てるよ。みんなマイク。そう、うん、そして観客の中にジュニアハイスクールのみんなも来てくれたことに本当に感激でした。そしてスイーツの初の海外ライブが間もなく始まっちゃうんです。そしていよいよ夢の舞台へ。緊張で心臓バクバクだけど、もうやるっきゃないでしょう。アロハ。 My name is Aki. My band called Sweet. And we are a singing group from Japan. Please enjoy our mini show.「風を感じながら受け止めて」
皆さんどうもありがとうございました。 Thank you。 私たちのライブに想像以上の拍手が。あの歓声は今もはっきりと自分の耳に残っています。音楽はこうね、言葉を超えるから、言葉が通じるから、ちょっと難しかったけど、すごい盛り上がってくれたから楽しかったです。なんか、すごい目と目で伝え合うっていうか、英語じゃないから、それがすごい、目があってすごい笑顔になれたりとか、すごいいい思い出になりました。ステージの上で踊ったじゃないですか。お客さん全然いなくて、集まるのかなってドキドキしてたんですけど、やっぱりスイーツがステージに立ったら集まってきてくれて、学校に行ってあの女の子たちと触れ合ったりして、でその子たちもライブに見に来てくれたりして、なんか頑張れとか言ってくれたりして、なんかやっぱりそういうの見たら感動する。泣いてる子とかいたんですよ。でそういう人を見て、こう自分もこうなんか感動して泣いてしまったり、なんかやっぱり、曲とか私たちを見て初めて見ただけで泣いたりしてくれる人とか見たら、もうすごく嬉しくて感動でいっぱいでしたね。ワイキキビーチでこう船に乗ってこう海から見たハワイの景色とか、海の透き通った水とか見て見たりして、そういうのに感動したりしましたね。海の波の音とか、こう音とかを詩に表して作りたいなってとか思いましたね。風とかもすごく気持ちいいし、そういう感情を詩に表せたらいいなって思います。ライブやってみて、言葉とかは全然違うじゃないですか、日本語と英語って。でもなんかすごい目と目で違うっていうか、なんかすごい笑顔になれたし、音楽を通してなんか通じ合えたなって思いました。みんな5人一緒に作詞をすると聞いて、それぞれ多分一人一人に思ったことがあると思うんですけど、それが一つの作品になるってすごいすごいことだなと思って楽しみにしてました。船に乗った時にすごい陸から離れて海の真ん中っていうかに行った時に、どこを見ても青くて果てしなく続く青みたいな感じのことが思い浮かんで、すごい、あとはあの太陽に海が照らされてってるっていうか、それがすごい輝いてて綺麗で、だから私たちもこう太陽に照らされて輝いていこうよみたいなことが思い浮かびましたね。はい、やっぱりダンス踊れるっていうのはすごい嬉しかったんですけど、ハワイっていうのが緊張っていうか不安があって、拍手とかしてもらえるかなとか間違えないかなとかすごい不安だったんですけど、すごい大きく踊れて、アメリカの人もすっごい拍手とか掛け声ノリがいいじゃないですか、アメリカの人って。すっごい嬉しかったです。終わった後はもうすっきりしました。なんか思い残すことはないみたいな。私ダンスが好きで、でやっぱりアメリカって言ったらストリート系の感じで、アメリカのダンスはなんかやっぱ日本と違って、でそのストリートダンサーと一緒にバトル一緒に踊ったことがすごいなんか思い出に残ってて、もう最初は
もう緊張してもうなんか心臓バクバクでも一番ハワイに来て精神力を使ったと思います。すごい木とかも綺麗だし海も全然すっごいなんか絵の具みたいな空もすごい青空綺麗だしハワイっぽいフレーズを書きたいなと思ってます。海外でライブとかするの初めてだしハワイの人の反応ってどんなんだろうとか思ったりちょっと不安が大きかったです。外国語でおう、クールとかそうなんか言ってくれたことを覚えてます。拍手とか応援してくれたりとか嬉しかったです。セスナに乗らせてもらったんですけど私小さい頃からの夢が空を飛ぶっていうことでなんか夢が叶った気がしました。セスナに乗ってこう上からハワイの景色を眺めたりとか船に乗ってすごい透き通った海を見たりとか自然の中を歩いたりとかそういう綺麗な自然を詩にしていきたいなと思います。全部がもう幸せでした。こう一番大きいっていうかすごい有名なショッピングモールだと聞いてたのでもう本当にすごい不安でいっぱいっていうか知らなかったっていうのもあったしやっぱりあまりうまく日本語が通じないっていうかどうやって伝えたらいいのかなっていう不安がすごい本番前にあってでちょっとした英語っていうか言えそうな英語をこう並べて言ってみたりしたんですけど本当に皆さんがすごい優しくこう拍手してくれたりとかしてくれたんですごい嬉しくなってこうすごい自分の中で真っ白になっちゃって頭がでうまく言えなかったんですよ。本当にすごい不安とかはあったんですけど終わってみたら本当にみんな温かく拍手してくれて受け入れてもらったのでスイーツの思いは伝わったかなっていうすごい達成感はありました。スイーツみんなで船に乗ったことがすごい印象に残っててそんな小さい頃とかにはあるのかもしれないんですけど船に乗った経験があんまり残ってなくて自分の中ですごい初めての体験っていう感覚があってしかもハワイの景色海から見えるっていうことが本当に感動的で撮影とかもあったんですけどその他はずっと周りの景色を見てあ素敵だなみたいなことをずっと言って、すごいそれが印象に残ってます。何のテーマもなく作れって言われたらすごい難しいとは思うんですけど、ハワイでの思い出ということで本当になんかこう一日一日感じることがすごいたくさんあったんで、まあ、1人じゃなく5人で力を合わせてっていうのもあったし本当にいいものが作れそうだなっていう自信は逆にありました。一日一日楽しくていろんなことを学べてすごい楽しい経験もできたので本当にいい旅だったなって思います。一回聞いてよ。東京に戻って早速私たちはそれぞれ考えてきた詩を持ち寄り曲のイメージを話し合いました。ダンスも踊れるよ。難しいけど元気できるけどゆったりね、ちょっとゆったりね、なんか聴いてる人もやっぱりいい気分になってほしいけど、歌ってる自分たちもなんていうのハワイで感じたことをまた思い出せるっていうか、センチメンタルジャーニー、それが私たち5人がハワイでの体験をもとに作った曲のタイトルです。